こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日はキャッシュというね、アプリ。まあ、なかなか面白そうなアプリなんで、えー、ちょっと試してみようかなと思って登録していました。ただ残念ながら、えー、買い取り1位中止ということで、ねえー、使いませんでした。まあ、使い方は超簡単でしたね。えー、これで委員会というぐらいの手軽さなんですけど、 まずアプリをダウンロードする。でダウンロードするとね、えー、SMS を利用して本人確認を行うんで、えー、電話番号を入れると。は始めに押して、で SMS で届いた番号を4桁を入れる。でキャッシュは通知を送信しますというのを許可するともう使えるんですけど、これでね、ここでキャッシュってなって、そこを押して、えー、商品名と。 写真を撮って査定額が出てくるみたいなんですけど、まあ、残念ながらこの査定システムが今ダウンしているというかね、中止してますというお知らせが出ました。こんな来るとは思ってなかったというのでね、パンクしちゃったみたいです。まあ、その理由もね、まあ、私が登録しようかなと思ったのもあれなんですけど、ちなみにこれね、大体いいブランドもんとか、あと、ね、スマホ、iPhone なんかが、えー、その買い取りの対象なんですけど、 これね書いてあるように、昨日別な人の記事を見たらね、えー、iPhone5 が、えー、2万円と、うん、iPhone7 か、iPhone7 が2万円というふうになってましてね。で、私も iPhone5 がいらないのがあるんで、いくらなんだろうと思ってね、この買い取り価格、結構ね、幅があるんで、えー、このキャッシュだといくらなんだろうと思ってね、見てね。 明日から海外行っちゃいますからね。えー、これ持ち歩くのもなんなんで、高きゃ売ってっちゃおうかなと思ったんですけど、残、ま、念ながらキャッシュ使えませんでした、ね。すごいですよね、でもこれね。iPhone5、えー、iPhone7 iPhone と書いて、ハンバーガーの写真をね、アップしたら2万円になったと。写真は何の意味があるんですかそうそうですね。だから写真は見てないでしょうね。 おそらく、査定になってお金を返さないと、要はね、えー、もう買い取りっていう形にしたときに、本当に写真のものがね、送られてきてるかどうか、まあ、それをチェックするのに使うだけなんでしょうね。まあ、なんかいろいろと問題がありそうな気がするんですけど、ただ何しろ、その、思いついたら、ポコッとね、質屋感覚でできてしまうと。逆に、 メルカリとかね、見たく、やり取りを楽しむ人だったら、まあメルカリでもいいんかもしれないですけど、まあ、普通に考えたらそんなもんめんどくさいんでね、えー、ちょっとの違いでこっちで売れるんだったらこっちで売ろうというふうになるんではなかろうかと思ってね、チェックしたかったんですけど、まあ、残念ながら今さて使えない。ただこれ普通に機能して、ある程度の値段が出るならね、まあ、これで買い取ってくれるもんは他で売る人あんまいなくなっちゃうでしょうね。 だって写真撮って出してそこそこの買い取り金額が出てくるんだったらわざわざね、クレーマーだらけの厳しい日本市場で売る必要はないという感じになるんでね、まあ面白いサプリ、なんかサプリ,アプリだなと思って、まあ、チェックしてみました。残念ながら使いませんでしたけどまたね、明日から3ヶ月日本出ちゃうんでこのアプリのチェックできないと思うんですけど、動向をチェック。 生温かく見守っていきたいなと思います。以上、キャッシュのね、使用レビューを報告したかったんですけど、残念ながら、えー、一査定機能がダウン中なんで、できずという結果でした。天ーアカデミー、堀秀夫でした。